1.5 メーターぐらいありそう。これを量がツツッとね。いや、リアルすぎる。おけつの割れ目からポタポタくるわ。頑張れ頑張れ頑張れ。ね、待って、トイレってこんなしんどいっけ。実況中継させていただくと、お尻の方に青いところに行かず、あ、ダメだ、あ、ダメだ。ございます。ルンルンお願いします。本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、こちらのシビン、プラスチックのシビンでおしっこします。距離長いな。これやばくない？この距離 1.5 メーターぐらいありそう。これを尿がツツッとね、行くわけですよ。そうね、うまくいけばね、この距離をバーってここまで止まらずに行く尿速度がちゃんと出せるのか。違う違う、多分重力の問題だと思う。あ、そっか。その勢いでスパーンって行くとか、そういうのじゃないの。スパーンって行ったらいいなって思ってるんだけど。だからちょっと重力は考えて、やっぱこうやんないといけないのかな。でもさ、シビンってさ、寝ながらとかそういう体勢でも、例えば土を掘る、掘ってさ、こうやって進む人いるじゃん、はいはいはい、その状態でこうみたいな感じで行けたら使えるやんって、こういうパターンもありやんって思うんで、ちょっと寝ながらできるように今日はしてみました、でまず寝ながらやって、すごい、はい、でもどうなんだろうね。まあまあまあ、ちょっといろいろ試行錯誤して、一番漏れない方法を、漏れなくてだらけた状態でできる方法を探したいと思います。やっぱ仰向けは結構きついから、うつ伏せとかかな。そう、ちょっとやっぱ高さ、筋トレみたいなスタイルでちょっとやってみましょう。で、今日もこれなんですけど、中国製品だよね。なんかね、城の絵が描いてある。なんで薄いね、はい、で、なぜかメモリーがあって尿の量を測れる。 2000ml ですね、2L、はい、あ、縦にも測れる。そうなんや、横にも測れる、縦にも測れるという不思議 な、 どういう風に使うのか、うちらの引き出しの中でこう使うことはあるのかわからないですけど、一応男女兼用とか言ってたんですけど、あ、そうそうそうなんですよ、はい、でここがこういうパカっていう風な、これは受け口ですね、一応蓋になっていまして、で蓋がなんと取れないようにこういうね、ちゃんとやってるくれてるんですね。で、これはメンズが、お差し込みになる形なんですけど、ちょっとつるんとしてる感じなんですけど、これにですね、こちら付属の錠子みたいなやつをこうプシッとはめまして、結構簡単にはまって取れないんですね。で、これをはめるとレディース用になるっていうことなんだけど、私すごい腹立ってるんだけど、メンズ用はここになんか R があって、まあプラスチックだから硬いんだけど、なんか別に当てても大丈夫そうなのね。で、ここはめる時に気づいたんだけど、女性用なんか鋭利なの。バリ取りされてない。そう、ここ痛いんじゃないって。ライターで炙るか、ヤスリをかけるか。ヤスリかけた方がいいね。これを愛用するのならば、はい、ですね。で、あと1個気になったのは、前回やったやつはここの中がつるんとしてたんだけど、つるんとしてなくて、ここのなんかちょっと突起のところも凹凸があるし、だからその尿がこびりつくんじゃないっていう心配事があるし、なんならここの取っ手に尿落ちんだよね。繋がっちゃってんですよ。あかんやん、穴が開いちゃってて。よしよしよし、ちょっとこれ何度も使うのはどうなんだろうなって。すごいね。そうなんですよね、ちょっとこの中まで洗うのはしんどいんじゃないかなっていう風にはちょっと所感思っております。はいはい、はい、そんで最後にこれを外して、これに付け替える蓋もついてるんで、なるほど、今回もあのペットボトル同様、シャバシャバしてもこぼれないような感じに、匂いも抑えれる、で持って帰れます。匂、はい、いも抑えて、はい、じゃあやってみますか。どうなんだ、さすがに仰向けは無理やからな。え、なんで、わかんないじゃん。仰向けでやりたいよ。いやいや、こぼれる。え、ちょっと、まあ、手入れさせていただいて、むずいっすね。撮影もむずいよ。最悪あの真っ黒にしますんで、あ、はいはい、あ、はいはいはい、何のハイハイ、いや、もう見えてるよね。嘘、ほぼ、やっぱ初めてやからこういう体勢は、はい、しんどいですね、何気にしんどいです。普通に立った方がいいです。で、
あ、疲れる。これ。お、多分こっちを、うん、取っ手がこうだから、あ、違う。これ回転するんだわ。こうじゃないかな。こう。まあ、そうやねんけど、え、でもやっぱ角度ついてるよね。絶対帰ってくるから行ってきます。すぐ帰ってきて忘れ物したんかいっていう。そうだよね。なんかまずここまで上がらない。上がらない上がらない。下げる方の角度は無理。こう、そう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 。いやいや無理よ無理よ。でもさっきよりはこっちか、まあまあ、でもね、うん、多分なんだけど、うん、おけつの割れ目からポタポタくるわ。あ、じゃあもうやっぱだからやっぱ、でもちょっと出してみるね、ま、いいよね、シートあるもんね。まあね、服びちゃびちゃなれるけど、いくよ、うん、どうなんの、くんのここまで、管まで黄色、どうなんのこれ。よ、うん、どうなんの、くんのここまで、管まで黄色、どうなんのこれ。あ、ダメだ、あ、ダメだ、ダメ、ダメ、もう分かった、もう分かったよ、もう分かった、ダメ、絶対ダメよ。実況中継させていただくと、お尻の方に、一滴もこの上に行かず、青いところに行かず、お尻の方に流れてきました。ってことはやっぱだから、じゃあ、こう大勢の、はいはいはい、こうですか。あ、そう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 、それだったら高さも出るし、あ、これならいける。でもさ、うん、しんどい時とか狭い時さ、こんな体勢できるかな。いや、トイレ行くよりはまあまあそういう感じで。そうか、うん、ちょっと今どういう状況になってるか伝わってる。伝わってるよ。こういう、こういう、ここにありますね、うんうん、じゃあちょっと出してみるよ、うんうん、いい、うん、取れてる、取れてます。ほっ、あ、頑張れ、来てる、来てます、来てます、頑張れ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 、登るか、エベレスト、エベレスト、頑張れ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 、仮想大賞の上がり方、仮想大賞の上がり方、勝ったー20点でもね、もうもうあとちょっと残尿が出て終わりです。あ、ちょろちょろちょろって言ってる。行くじゃん。まあここまでしか行かへんかったっていう。だから、うん、19点やな。19点か。だいぶ。マジか。頑張ってんけど。ちょっとここに下げるか、自分が上がるかや。中腰で。あ、待って。ちょっとやばい。ねえ。頑張れ。来てる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 。来てる。いいね。このね、待って、トイレってこんなしんどいっけ。それか、まあ、そこ下がるの限界やん、うん、自分が上がるしかないよね。置いて、うん、あ、置いて、置いて、結構でも、うん、今ね、うん、400ミリリットル、うん、でもこうちょっと立つしかない。
うん、頑張れ。あ、いいねいいねいいね。おーおーおお、ほらご覧これが残尿でしょお、入り切った見たことない絵なんて楽しいんだろう。頑張りましたね、はい、あ、で、一応漏れていません。あ、すごい、はい、で、ちょっと、あ、またティッシュ忘れた。トッと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 、車ものすごい揺れてる、はい、はいはいはい、ちょっとそのままペッてこう下にひっくり返してみてよ。え、なんで、れるか、なんでなんで、見たいの、取ってから。あ、そう、そうか、ペッ、あ、やっぱ流れた。まあまあいます。あ、やっぱそこにも残尿が、はいはい、でどこで使えるだろうこれ。いつ使う。いやだから寝ながらは無理ですよどうするこれ。でも袋とかいらんし、かなりいいと思うけどな、その2リットル入るっていう容器が、うん、だから例えば椅子に座った状態で、うんうん、足元にこれを置けるってことだよね、うん、この距離があるってことは。椅子正解やな。だからまあ例えば車の助手席でもそうだし、膝悪かったりしたらな、うん、これ何リットル今縦で。縦で測りたいの。縦で測ると500。あ、500いった。500超えです。さすがです、ありがとうございます。で、やっぱその半透明にしてくれてると、うんうん、前回見えてたなんか白い浮遊物みたいなのは見えないんで、うんうん、リアルじゃないっていうか綺麗ですよね。リアルすぎる美しいですよね。これ以外のリアルあんま見えない映像でじゃあ総括させてください。よいしょよいしょ。総括はさっき言っていい、うん、リアルがバカになってました私の総括ね、うん、それだから多分、うん、まず、うん、良くないところは、うん、やっぱここが刺さって股間に、うん、むっちゃ痛い、うん、であのここがねなんか柔らかくみんな工夫してるじゃないですか、まあ、その工夫ゼロなんですね。別になんか血が出るわけでもないから、うん、緊急事態ならしょうがないけど、うん、寝てて毎回このトイレってのはしんどいわ、うんですね。座ってやったらいいよね。でも座ってもだからここのギリギリまで行ってこれを地面に置いて、うん、なんかこうしれーっと、うんうん、サッカー観戦とかこうしながらおしっこずっとするみたいな。ちょっとどういう時やったら使えるかっていうのコメントいただいていいですか、はい、あなただったらどういう時に使えますかこれ、はい、結構いろいろ試してきたけど、うん、このホースを有効的に使う市民とは。そうだよね、うん、だからずっと出し続けるみたいな。ずっと映画見てるとか人出なしやんずっと見逃しちゃいけないテレビみたいなのを見ながら、まあ、ゲーマーか。あ、そうだね、ゲーマーの人用だ、うん、4回はいけますか。でも友達言ってたわ、ゲームハマりすぎてペットボトルでやってたって。ゲーマー向きや、うん、まあ4回ぐらいはいけると。4回いけるってことは、はい、まあ24時間ぐらいはゲームできるよと。え、24時間に4回しかおしっこしないわけないじゃんまあ12時間は余裕でですね。で、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 蓋を変えてみよう。はいはい、ちょっとこれを落としきってで、開けます。はい、おー、こんな感じなってて、人間だもの。ここはね、虫寄ってこないね。こうですね。しっかり閉まった。あ、しっかり閉まる。これで。あれ、管なしで刺さらんそれ、まさか。え、直？直でもいけるタイプのやつとかではない？いや、いけないと思うけど。いけるわ。あ、いける。なんか素敵なガーデニング用品みたいだったけど。ブルーのやつが外側に来てるから漏れるやろな。あー、ここね。うん。あ、うん？こう。あー、じゃあいけるよ。あ、このでもね、やっぱすぐ外れちゃうわ。まあ、気をつければいけなくはないけど、こうやるんだったら他のもの買わないっていう。めっちゃヤンキーのアヒルみたいな。ブルーに染めましたけど。ヤンキーのアヒルスタイル。もう使えなくはないけど。ということでございます。なんで、はい、このホースの使い道、思いついた方はコメントによろしくお願いします。はい、以上でございます、このチャンネルがですね、ちょっとでもいいな、面白いなと思っていただいた方はぜひ、いいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスというものを大々大募集しておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。以上です。またやります。まだ出ます。